ついに元日本代表でウィナーズ監督の那須大輔さんと1対1させてもらえることになりました。初で強く来そうやなってことは過去の動画からリサーチ済みなので、ここはしっかり合わせれるように準備してました。はっきりやいやいっていう人初めて見ました。思いっきりバコーン蹴ってもって、後でむちゃくちゃ謝ったんですけど、いや全然痛くなかったよって言ってて、ね、このダブルタッチうまくやられて、せっかくの先制点返されました。初見殺しのインガナールからのこのキックフェイント、ここ良かったんけど、キックフェイント深く入りすぎた、これもったいない、この負けはほんまにもったいない。やっぱ警戒してたけど、腕マジで化け物強い、これ全然ひっくり返されへん腕。結果お互い1対1のまま、こちら後編へ後日アップ予定です。